はい、どうもみなさんこんにちは、ラオ先生です。さあ今回はね、中学校2年生の英語 B 動詞の過去形をずっとやっています。今回の授業では疑問文の作り方、そして答え方についてやっていこうと思いますね。1年生の時に B 動詞で疑問文を作るやり方っていうのはもう今までねやってきたと思います。そして前回までの授業、過去形という単元を使ってね、今回昨日図書館お前いたのってね、おーいたよ、いやいなかったんだよね、そういう風に聞いてね答えるやり方を今回やっていこうと思うので、一緒に頑張っていきましょう。いきますよ、レッツスタディ。さあまず一番最初にみんなには問題を解いてもらいます。前回までの復習、丸1番と丸2番それぞれね解けそうな人は今動画を止めて解いてみてください。それではどうぞ。さあそれではね答えていこうと思います。丸1番、これはね1年生の時に習った現在形の B 動詞の文章だったね。で今回は疑問文、ハテナだから疑問文を書いていくんだと。ね、B 動詞の疑問文を書いていく時はどういう風にして書いていったか、みんな覚えてる？ね、これは主語と B 動詞を逆にするんだったよねと、そういう風にして1年生の時に習ったと思いますね。今回の主語はあなただと、ってことは You are なんとかかんとかっていうのが肯定文で書く文章だ。ということは疑問文にする時は You are を逆にして Are you という風にして聞くんだったねと、そういう風にして習ったと思います。そしてこの学校の生徒ですかっていう風にして聞けばいいから、 Are you a student in the school っていう風になるんだね。さあこれがね丸1番の答えです。さあ続いて丸2番やりましょう。これはね前回前々回でやったあの過去形の肯定文ですね。あなたは昨日図書館にいましたとね。今回主語は何かというとあなたっていうのが主語なので you から始まっていく。それに対応する B 動詞は are なんだけど、今回は過去形なので were になると。そして昨日図書館にいたっていう風にして言ってあげればいいので、図書館の中にいたって表現にしてあげればいいね。だから You are in the library っていう風にしてあげればいいね。でこれで終了ではなくて、もちろん最後に昨日という風なものが文章に入っているから、まあ昨日という yesterday っていう風なのを入ってあげればいいねと、そういう風にして前回まで習っていきました。で今回はこれで終了です。じゃあ今回の授業はどういう風な文章をやっていくかというと、この丸2番に着目してください。あなたは昨日図書館にいました、これを疑問文の形にしていこうと思います。つまりはい、こちらですね、あなたは昨日図書館にいましたかと、ね、そういう風にして疑問形で過去でね聞くような文章を今回やっていこうと思います。でもね、もうね1年生の時に習った B 動詞の疑問文のやり方と全く一緒なのよ。だからでもね、みんなに教えることは何一つないです、ね、だからみんなの力で絶対できるはず、ね、1年生の B 動詞と全く同じやり方ってことはどういう風にすればいいと思いますかね。もうこれ答えられるよね。 B 動詞と主語を逆にするだけとね。今回これも一緒です。だから今回主語っていうのが You、 そして動詞が Were になっているから、これを逆に書いてあげればいいんだね。もうこれでね答えが出ちゃうんですよ。じゃあ答えはどうなるかというと、はい、こういう風になるんだね。 Were you in the library yesterday? っていう風になるんだね。でもちろん今回疑問文なんだから最後はハテナをつけてあげる。これは必ず忘れないようにしてください。じゃあこれに対して答えていこうと思います。はい、こちらですね。はい、いましたっていう場合と、いや、いなかったよっていう2つの場合があるんだよね。これもちろん答え方は Yes or No っていう風になるので、はいの場合は Yes、 そしていいえの場合は No っていう風にしてなるんだね。そしてその後に来るのは主語が来るんだったよね。この時にはもう前回までの、前回のね、その去年やった疑問文の文章と全く一緒。誰によって答えられているのか、誰が答えるのか、これがめちゃめちゃ大事なんだよ。あなたで聞かれたら私で返す。彼でじゃあね、もし聞かれたらね、その時は彼で返すんだよね。今回の文章で言うと、あなたは昨日なんとかだったのっていう風な話だから、はい、私はこうこうこうだったよっていう風に今回答えてあげる時も愛が主語になるんだよと。じゃあその後はどうやって続くのかというと、でみんなどうやって書くと思いますか。じゃあ Yes の場合、 Yes の場合はどうやって書くと思うね。これはまあ多分 were が来るんだろうなと。そうなんだけれども、今回 you に対応する B 動詞は were です。
答えるときは I になってるから、それに対応する B 動詞は was になるんだねと。だから Yes I was っていう風にして答えてあげるのが正解です。じゃあ No の場合はね、No I was not っていう風にしてなります。でもちろんこれね、前回の疑問文じゃなくて否定文のね授業でやったと思うんだけど、 was not っていうのは一語で省略ができたよね。どうやって省略しますかね、これは wasn't っていう風にして省略するんだねと。はい、そういう風にして省略するやり方も必ずね覚えておくようにしてください。さあ今回疑問文に関してもこれで終了です。でこれもできればもうね全部問題が解けていくので、じゃあ早速演習問題やっていこうと思います。黒板変わります。さあ今回の演習問題はこちらですね。もちろんこれ概要欄にある塾的の中にもね全く同じ問題が入っているので、まあ、塾的を見てね解いてもらっても大丈夫です。これから5秒間時間をあげます。ぜひ解けそうな人はね今動画を止めて解いてみてください。さあそれではどうぞ。さあそれではね解説をやっていこうと思います。今回は ① 番で疑問文に書き換えてあげる、そして ② 番で Yes と No それぞれ答えてあげる、そういう風な問題だね。まず一番最初括弧1番 You were in Yokohama 3 days ago、 これどういう風な意味なのかまず言っていこうと思います。あなたっていうのは横浜にいましたと、3日前にねっていう風なお話だったね。 ago っていうのは何々の前っていう風に訳したらねすごい分かりやすいので覚えておきましょう。さあじゃあこれをね疑問文にしていこうと思うんだけれども、肯定文から疑問文にするときにどうすればよかったっけね。これは主語と B 動詞を逆にするだけだから、それでね答えられるから、まあ were と you っていうのね逆にしてあげればいいんだよね。それで答えていきましょう。はい、こうですね。 Were you in Yokohama 3 days ago? と逆にしてあげたら、あとは全部コピペしてあげる。でこれで大丈夫。そして最後は必ずハテナをつけるのを忘れないようにしてください。じゃあそれに対して答えていきましょう。 Yes の場合は主語は何になるかというと、疑問文の時に誰に対して聞いてるのかを必ずチェックしてあげる。今回はあなたは3日前横浜にいたんですかって聞かれているから、私はだよね。答えてあげるときは I で答えてあげる。そして I に対応する B 動詞を書いてあげればいい。今回は過去形なので B 動詞の過去形の was っていう風なのを書いてあげればいいねと。 Yes I was っていうのが答えです。じゃあ続いて No っていうのは No I そして was の後ろに not をつけてあげればいいよね。 No I was not で was と not 省略してあげて wasn't っていう風にして言ってあげてももちろん大丈夫です。さあこれでね1番は終了です。じゃあカッコ2番やっていきましょう。 It was warm in Nagoya last Sunday。 warm ってどういう意味だったかみんな覚えてますかね。 warm っていうのはあったかいっていう風な意味だから、今回あった暖かかった名古屋では先週の日曜日にっていう風なお話なので、まあ、先週日曜日名古屋では暖かかったです、そういう風にね訳してあげればいいと思います。じゃあそれをね疑問文にやっていきましょう。 B 動詞と主語を入れ替えてあげるだけなので、はい、こうなりますね。 Was it warm in Nagoya last Sunday? っていう風になるので、まあ、最後はハテナをつけてあげるようにしてください。さあそれに対応するね答えを書いていこうと思うんだけれども、疑問文の主語は何でしたね。これは it それで聞いてるんだよね。まあ今回季節だからそれっていう風な意味は持たないんだけれども、まあ it が主語になっているってことは、答える時も必ず it で返してあげなきゃいけないね。だから yes の後ろに yes it 書いてあげて、それに対応する B 動詞は was になる。だから yes it was これが答えになるね。 no の場合は同じように it が主語になって was not っていう風にして書いてあげればよい。 was と not は省略して wasn't っていう風に書いてあげても全然大丈夫。だから no it was not もしくは no it wasn't こういう風にして書いてあげてください。さあじゃあ括弧3番 they were student 5 years ago、 これはどういう風な意味なのかというとね、彼らっていうのは生徒でした5年前にねって話だから、彼らは5年前生徒でしたっていう風な意味だね。じゃあこれをね疑問文にやっていこうと思います。主語と B 動詞を入れ替えるだけ、もう簡単だよね。やっていきましょう。はい、こういう風な話ですね。 Were they student 5 years ago? っていう風にして聞いてあげれば全然大丈夫。じゃあそれに対応する答えいきましょう。今回疑問文で主語なのは they、 彼らは何とかですかっていう風にして聞いてるんだよね。彼らってあれあれなのって聞いてんだよね。ってことは答える側は、うん、彼らってあれあれだよっていう風にして答えてあげればいいので、もちろん主語は they になります。で they に対応する B 動詞は何なのかというと were になるんだね。今回 yes なのでこれで終了。 yes they were っていうのが答えになります。
じゃあ NO の場合はどうなるか。これも全く同じように主語は全員になる、そしてあの B 動詞は were になる。 B 動詞の後ろに not をつけてあげればいいので They were not っていう風にして書いてあげればいいね。 were と not は省略して weren't っていう風にして省略することもできるので、 No they weren't っていう風にして言ってあげてももちろん大丈夫です。さあこれね、練習問題はこれにて終了ですね。このまあね、やることは簡単だよね。そうだから、ちゃんとルールを決めてあげれば英語の文章は全然簡単に書けるようになるので、ぜひ今回の動画もね復習してくれると嬉しいなっていう風にして思います。さあ今回の動画良かったらね、グッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それからね、熟席の中に問題たくさん載っているよね。そう、その問題で分かんないことがあれば全然この動画にコメントください。コメントしてくれれば先生丁寧に答えるようにねしていこうと思うので、まあぜひね迷ったらあのコメントしてみてください。さあそれでは終わりにしましょう。ゲインティーキングアンクリーチングパワーバイオンにモチベーション、ムロールトップコーンに行ける世界を作る上ラをこれにて終了。バーイ。